ちは、アンナです。そして今日もマリアさんに来てもらっています。マリアさんとは本日はちょっと動画を撮ってて、すごくなんか日本のお食事で盛り上がっていましたけれども、そこでお寿司の話も出ていまして、そこでちょっと動画撮り終わりましたら、またなんかお寿司を食べたくなりましたねということで、今日は初めてのくら寿司に来ちゃいました。私は初めてなんですけれども、マリアさんは、どうですか、結構使ったりしますか？まあ、ヘビーユーザーです。ヘビーユーザー、くら寿司の大ファンです。本当ですか？わお、すごいですね。じゃあ何かあおすすめのものとか何かあれば、ぜひぜひ紹介くださいね。何かシステムを私はあまりよく分からなかったんですけれども、あの結構自動的にいろいろとなっていますね。まあ、びっくりしましたんですけど、うん、最近1年くらいだと思います。私は普通に受付みたいな。あ、本当ですか？やはりそのコロナの影響があるのかなという感じ。あると思います。ここはいつも混んでいて、でみんな、まあ、接客しないといけない。その接客どうやって減らそうのお店の方は考えて、今は受付もそうなんですけど、お会計も最近自動的にセルフレジで行います。面白いですね。すごい楽しみです。もうなんかなんか減ってきましたので、ぜひぜひいっぱい食べましょう。はい。ヘビーユーザーのマリアさんです。はい。なんか今すごくそのカメラ出てたらすごく注目されているので、ちょっとね、あの恥ずかしいというか、ちょっと見ないでほしいなというのがあるんですけれども、まあまあまあ、はい、では食べましょう。何かおすすめのものとかありますか？くら寿司はね、何でも一応あるんですけど、私のおすすめは、炙りサーモン。炙りサーモン、私大好きですよ。チーズが固まってあって、チーズ、そうそう、炙られてる。へえ。もう本当に、じゃあ2つ頼んでもらっていいですか？私、炙りサーモンのチャレンジとかやったことがあって、10皿は炙りサーモンだけ。10皿？ランチもあるみたいな。飽きませんでしたか？いや、もう飽きないです。飽きない。ランチもちなみにあります。どれうなぎもあるみたいね。私のうなぎはどんな感じ？なんかすごい。今日は何皿ぐらい行きますか？なんかね、どうしよう。なんかちょっと動画用だと5皿ぐらいかな。動画用じゃなかったら、オフになったらあとは5皿ぐらいだそうかな。じゃあとりあえず5皿ぐらいにしておこうかな。私もちょっと、どうなんでしょう。最近いっぱい食べているので、皆さんにダイエットダイエットと言い張ってるんですけれども。そう、どこダイエットしないといけないところ、しなきゃいけないわけではないです。しなくていい。ね、じゃあ食べましょう。シャリはどうしますか？シャリはそのご飯の量、あ、半分もできますか？いいですね、それは。あ、ぜひぜひ半分。あ、やってくれます、ありがとう。すごい。お願いします。ありがとう。すごいですね。ラーメンもあるんですか？さっき。そう、うどんとかラーメンもある。すごいですね。ラーメンもある。楽しみ。アンデさんは寿司でいかが？面白い。そうやってきたんですね。そう。ちょっとびっくりしたのは、これすべての値段は、125円。それまであの高くなった。高くなった。前は100円だった。100円と税金で100円。
すごい。え、安いで最強でしょ。じゃあ食べてみましょう。いただきます。はい、ぜひ。今年初めてのアプリサム。バクーバクおいしい。最高。うまい。よかった。私も食べたいです。もう何かお腹すきましたね。あ、来た来た来た。炙りエビ美味しそう。あ、エビも来ました。すごいすごいすごい。これたまにあのよく炙られてないまま来てるんですけど、いいですね。はい、あとわさびたくさんいただいた人もいます。わさび大好き。カメラカメラオン。初めての、はい、袋寿司です。なんかでも普通の寿司じゃなくてちょっとこうチーズもかかってるので、なんか外国人にはとてもなんでしょう、味が馴染みやすいかもしれません。あとシャリはこんなちっちゃくできるのはそれもありがたいですね。では行きます。どうですか。幸せそう。面白い。マヨネーズ、チーズじゃなくマヨネーズ。チーズチーズチーズ。これクリームチーズ的な。あ、なるほどね。なんかすごい可愛い味。なんか子供がすごく好きそうな、いっぱいパクパク食べれそうな。これ多分うなぎよじゃないかな。甘だれ。あ、本当ですか。あ、醤油じゃないですね。私醤油と思いましたよ。これはなんかあの回転寿司屋に醤油はこんな感じかけるようになったんですけど、あ、いいですね。本当はこういう食べ方が、まあ、あまり上品じゃないというふうに言ってる人が多くて、なんか、なるほど。普通の寿司屋に来るとなんかお皿があって別にここに醤油入れてたからなんかこうやってつけて食べるじゃないですか。なんか上からかけるとすごいこれで怒ってる人がいるんですけど、なるほど。上からかけた方が便利。まあ便利ですね。マグロだ。あ、マグロだ。どんな感じかな。こんな感じです。ズッキーです。え、何取りましたか。ツナサラダだそうです。ツナサラダ、おー、美味しそうじゃないですか。いいですね。私これ食べたことないです。初チャレンジ。あと何にしようかな。これでもさ、お皿の取り方も面白いですね。さっきはなんかやり方あまりよくわからなくてね、ちょっと苦労しましたけれども、私も最初から全然できなくて。あ、本当ですか。何回もやるとやっとマスターします。何ですか。これネギトロ。ネギトロ回ってて誰もいらないから。じゃあ来て見せてくださいと言われて、あ、ポートみたいなのがあるのかな。マジく好きなんですね。大好きです。たまにくら寿司に来てこればっかり食べるときもあります。他にも頼む。すごいです。どう、おいしい。ツナマヨおにぎりね。ツナマヨっていう感じ。ツナマヨおにぎりくらいあるっていう的な味ですかね。確かにそうです。まあ、美味しいけど、一番大好きなものではないです。食べたお皿をどうします。ここに置きます。おいしい。あ、それは会計するんですか。うん、お皿入れたんでしょ。うん、見てください。やばっ。
どあのやばいやばいって聞こえる音でしょ。それ誰か当たりました。あ、そうなの。あ、当たり当たり当たり。そう。え、1回目で当たった？初めて。すごいすごい。え、なんでしょう。よかったね。他のためみたいな。よかったですね。めっちゃ珍しいです。1回目から当たるの。あ、本当ですか。私いつも3回目ぐらいから。で、ここは、まあ、何のシリーズか。アイス？あ、今なんかくら寿司シリーズみたい。へえ、何かな。あ、嬉しい。マグネット。マグネット。あ、じゃなくてなんかつけるやつ。へえ、あ、面白い。あと3、あと2かな。始まりました。始まります。はい、皆さん、ではくら寿司の初体験が終了となりました。お腹いっぱいになって食べました。まあ、この値段でそれだけ食べられるのはすごいなと思いました。で、この回転寿司のその何お皿とか何かそういうシステムも面白くて、そのそうゲームをやってくれてて、それも何かエンターテインメント性があってとても良かったです。ありがとう。家族連れはすごく人気がありそうですね。値段もすごくお買い得だし、そうやって楽しくみんなでワイワイできるのがとても魅力的だなと。ご一緒してくれて、またね。あ、皆さん、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。そしてマリアさんのチャンネルのリンクも下に貼っておきますので、ぜひ見てください。では